ちょっと分かりづらいところにありますが、つけ麺風ですね。あちつつたあちつつた、ちょっと熱かったしみしみ卵。ビーガンレストランに行ってみたいと思います。モデルになれる気分がします。グエンバントイ通りです。では次こちらに曲がっていきます。おーい、こちらの通りに曲がっていきます。こんにちは、ちかです。今日はハンガーを挟んでミンケビーチ側でちょいきれいめレストラン巡りしてみたいと思います。ミンケビーチ沿いはね、観光客用の海鮮レストランが多くて相場高めではあるんですけど、おしゃれでリーズナブルなお店も多いです。普段ね、私が行っているドローカル店は観光の参考には全くならないと思うので、たまにはね、皆さんの参考になる情報をと思いまして行ってまいります。ということで今回は観光客の方でも行きやすいおしゃれでリーズナブルなお店開拓してきます。では早速行きましょう。おい、今ね、まっすぐ出るとグエンバントイというね、ニューアイストリートに出まして、皆さんね、多分このストリートには来ると思うので、グエンバントイストリート周辺のお店入っていきます。おい、出てきました。こちらですね、グエンバントイ通りです。この通りはね、飲食店もめちゃめちゃいっぱいあるし、ファーストフード店とかもたくさんあるので、みんながね、食べれるものがあるんじゃないかなと思います。まずはね、この辺りで何店舗かあるチェーン店なのかな、小綺麗なミークアン屋さんがあるので、そちらに行きます。ダナンといえばミークアンですが、ミークアンね、ローカル店が多いのでチェーン系の方が行きやすいかな。ここですね、こちらのコーヒーハウスの奥を進んだところです。大きくね、看板が出てますね。ちょっと分かりづらいところにありますが、こちらですね。じゃーん、では行きましょう。土鍋スタイルですね。取り分けて食べるのかな、こんな感じ。じゃーん、見えるかな。豚肉、牛肉も入ってますね。あとね、エビちゃんも入ってます。お魚も入ってる。これ全部入ってますね、お肉。おお、鶏も入ってるし、全部入ってますね。ちょっと食べ方が難しいですね。ここに麺があるので、これをこんな感じでつけて食べるのかな。では、こんな感じで食べていきます。つけ麺風ですね。うんま、出汁がめっちゃ濃い。私はね、このメーカーの汁、濃いめが好きなので、かなり、ね、タイプですね。うん、これ、お魚。うーん、美味しい。タレがすごい濃いから野菜が進みますね。ミークはね、結構汁が薄めのところとかも多いので、野菜入れたらね、ちょっと水っぽくなって薄くなっちゃうからあんまり使わなかったりするんですけど、ここのはね、本当にすっごい濃い。うん、そしてこれは豚かな。豚、うん、めっちゃ柔らかい。漬け込んであるのかな、すごい柔らかくて、油はないのでさっぱりしてますね。そしてエビ、結構ね、大きめのエビですね。おいしい。エビはすごいプリプリな新鮮っていう感じではないんだけど、味がしみじみで、カッパエビゼンみたいにエビの風味がめちゃめちゃ強いです。そしてこれは何だろう、鶏かな、多分鶏ですね。うん、うん、鶏も脂めっちゃ乗っててふわふわで美味しい。チェーン店だからね、あんまりね、味は期待できないかなと思ったんですが、ミークはあのね、専門店のチェーン店なので美味しいですね。あとは辛味、ここにね、別に置いてあるので、このタレ自体が全然辛くないので、子供でも食べれるぐらいね、辛さは全部控えめというか、もう全然辛さなしですね。そしてこれが牛肉ですね、牛肉。うん、全部ね、柔らかくて食べやすいですね。見えるかな、すっごい具材多い。6万5000円って結構高いなって思ったんだけど、あちつつた、あちつつた、ちょっと熱かった6万5000円ね、高いかなって思ったんだけど、こんな、じゃーん、こんなにね、いっぱいね、具材入ってるし、この土鍋に入ってるおかげでね、すごい熱々で食べれるから、すっごい美味しい。これを
入れ忘れてましたね。これもねちゃんとついてくるから6万5000円で別にね高くはないような気がしますね。うん、バンジャンがちょっとしけてる。うん、卵もね大きく丸ごとボーンって入ってます。うん、おいしい、しみしみ卵。うん、普通にねチェーン店だけどかなりねレベル高いミークワンだと思います。うん、普通のねこの鍋じゃないミークワンはどうなのか分かんないけど、この鍋のねミークワンはいわゆるローカル有名店で外したところよりは全然美味しい。店構えもねそんなに立派ではないんですけど小綺麗な感じで綺麗なので別に観光客の方でもねそんなに抵抗はない感じだと思います。ローカル有名店はねまあ結構ねまあちょっと汚めみたいなところも多くて、有名だからか値段もね高くって味も微妙みたいなこともあるからね、まあこれはチェーンなので外さなくていいのかなと思います。これ食べたら普通のミークワンじゃなくていつも土鍋スタイルがいいかもしれない。フォーとかね文房とかもね土鍋で食べると美味しいからこのスタイルいいですね。ちなみにこのお店は英語表記があるんだけどスタッフの方は英語できないと思います。というかできないです。あのおばあちゃん、コムタム屋のおばあちゃんみたいな感じの方が店員なので英語はできないけど、普通に1位みたいな感じで言ったらもちろんぼったくりとかもないいい人なので大丈夫だと思います。バンジャンがしけてること以外はねかなりねおすすめできるお店だと思います。多分ねタイミングが悪かっただけでいつもしけてるわけではないと思う。かなりボリューミーなメイクワンです。おい、1店舗目チェーン店だけどすごいね美味しかったです。2店舗目はねもうちょっとおしゃれなベトナム料理屋さん行ってみたいと思います。おい、こちらの通りに曲がっていきます。あー暑いので冷たいねデザートでも食べに行こうかなと思います。この辺りねめちゃめちゃ欧米人多いですね。バイクに乗ってみんな通っていくだらと思い出しますね。ここら辺のねアパートが人気なのかな。ここら辺はねおしゃれなカフェすごい多いですね。バイクもすごい、欧米人が好きそうなお店多いです。こういうねジュースのお店とか、こっちもねアメリカンブレックファーストみたいなメニュー載ってますね。ここら辺もこんな感じのね洋食メニューとかが結構ありますね。もうちょっと奥行ってみます。ほらこんな感じでね本当にね外国かって思うぐらいね外国なんですけど欧米人の方多いですね。ここも可愛いカフェ、これもね安いですね。でもここら辺もこの辺りはね小規模の可愛い感じのホテルが集まってますね。そこにねあるビーガンレストランに行ってみたいと思います。この辺りね欧米人が多いからかすごくねビーガンのレストランも多いです。私はビーガンじゃないんですが、じゃーん、こちらですね、行ってみたいと思います。来ました、トロピカルピタヤ、ドラゴンフルーツとマンゴーとバナナのスムージーボールです。おーい、ではいただきます。めっちゃ美味しそう。これ6万5000ドンだったのでもうちょっとねちっちゃめかなと思ったらかなりねボリューミーできましたね。めちゃめちゃヘルシーな味がしますね。ローカルのスムージーってやっぱり砂糖とかコンデンスミルクとかをいっぱい入れてあるので結構激甘な感じなんですが、これは自然の甘さがしますね。うーん、このね入れ物も可愛いですね。ココナッツの入れ物、
バナナとドラゴンフルーツとマンゴーがいい感じに混ざってますね。朝のねセットがすごいお得で、このスムージーボールとコーヒーとオープンサンドが一つついて12万ドル600円なので、かなりねいいんじゃないかなと思います。今ね朝じゃないので頼めなかったんですけど、すっごいお得ですね。上の方にはバナナとチアシードとココナッツフレークとグラノーラが乗ってますね。モデルになれる気分がします。あのね、グラノーラとかも手作りなのかな、あの売ってあるすごい甘い感じじゃないですね。自然の甘さがしますね。まあみんなお客さんは欧米系の方が多いですね。本当に自然な甘さがするから、デザートとして食べても全然ね重くならない感じ。ただねお腹にはたまるかな、バナナとかいっぱいねフルーツ使ってあるので。ここはね全体的にそんなに高くなくって、普通にお料理メニューも10万ドル500円ぐらいなので、まあねこういう感じのカフェにしてはね安いと思います。ただねここのお店もクーラーはないのであまりね涼しくはないですね。みんなねテラスにいて私だけ中にいます。外の方がまあ涼しいからかな。ベトナムはフルーツが美味しいからいいですね。こういう風にしたらおしゃれに美味しく食べれる。日本だったらめちゃめちゃ高そうですね。こういうねカフェがあるからベトナムに来たらあまりねスターバックスとか行く気なくなるかもしれないですね。こういうお店の方がおしゃれでヘルシーでちょっと安めというね、全部揃ってる。ただグラノーラがね手作りだからかめちゃめちゃ歯応えがあってね、歯にね結構刺激を与えてきます。ここはねもう当たり前のように全部ね英語で通ります。むしろねベトナム語あまり聞こえてこないって感じ。店員さんはベトナム人なんですけど、みんなね普通に英語対応です。というかもう本当に英語喋る人ばっかり来てるので、そこはね困らないからいいんじゃないでしょうか。自分でね作ったらねどうしてもねローカルベトナムスムージーみたいになっちゃうので、なかなかこういうねヘルシーでおしゃれな味にはならないですね。私がやるとね本当にベトナムローカル店の味になってしまいます。冷たい。ダナンはねビーガンのレストランいっぱいあるので、これね意外と美味しいからビーガンレストランもねまた行ってみようかなと思います。はい、では次こちらに曲がっていきます。こっちの方にねちょっとおしゃれめのベトナム料理屋さんがあるはずです。ここら辺もねなんだかんだ海鮮レストランが多いですね。ここととかはもう閉まっちゃったのかな。こういうねなんだろう、ケバブとかアメリカンフードみたいなのも多いです。全部ねそんなにね高くはないというね、お買い得。今度ねまたそういう多国籍料理は別に行こうかなと思います。はい、ありました。こちらですね。じゃーん、かわいい置物がありますね。では行きましょう。はい、やってきました。ランチセットです。メインはベトナム風豚の角煮、スープはお魚の酸っぱいスープです。すっごいめっちゃボリューム出てきた。こんないっぱい出てくると思わなかった。特にねこのメイン、じゃーん、こんなにいっぱい。普通こんなのちょろってしか出てこないのに、すごい。ご飯もねこれ一人用ってやばくない、この量。さすがにちょっと多いな。まず空心菜から。空心菜もねかなりの量が来ましたね。ではおいしい。空心菜ね、めちゃめちゃニンニクが効いてて美味しいし、ご飯もふわふわで美味しいです。やっぱりね、コムタム屋さんのご飯とは違いますね。コムタムみたいに崩れてないというか、こう砕けてないので、すごいふわふわで美味しいです。これね、メインとスープが2つ違うのが選べて、こっちのねメインをお肉にすると
スープがお肉で、こっちお肉がメインだと中がねお魚のスープになっております。お魚はカーホンっていうねピンク色のお魚、それがね 500g って言ってたのでかなりね大きなお魚来るからお魚の方も良かったなって思ってね、ちょっとね選びづらかったんですがお肉にしてみました。こっちにねお魚入ってるって言ったけど、こっちはねお魚微妙でしたね。でもちょっと入ってます。うん、美味しい。酸っぱいスープって言ってもこれはねあんまり酸っぱくないから誰でも食べれそうな味、うん、ではね肝心のメインに行きたいと思います。本当にボリュームいっぱい、フル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 、あーもう砕けちゃった、うん、おいしい。めちゃめちゃ柔らかい、すっごい煮込んである、日本の豚の角煮ぐらい柔らかく煮込んであるんだけど、味はやっぱりベトナム風なので甘いというよりは塩気が強い感じですね。のね、コムニューといってこういうなんかおかまご飯のセットは基本的にねそういうお店高いんですけど、ここはねかなりねお得だと思います。この値段だったら普通ねメインとかちょろちょろみたいな感じだけど、これすっごいね全部ボリュームあって、さっきまでねあのデリバリーの人がめちゃめちゃいっぱい来てたから、やっぱりねお得だから人気なんだと思います。うん、これベトナムだから、うん、このピーナッツとかねどのタイミングで食べるのかわかんないけど、うん、美味しい。フライピーナッツ、これはなんだろう、キャベツって書いてあったけどピクルスかな。ん？ん？まずくはないけど謎の味がしますね。こんな感じ、ナスビとキュウリの間みたいな感じの味です不思議な味ですね。まあ正直あんまり美味しくはないから変わった味がしますね。スープはね、白身っぽいお魚とオクラとパイナップルとトマトが入ってます。ここはね、本当に個人的にはね、すごいね、おすすめのお店ですね。でもね、こういうお店って普通は一人前はできなくって、セット4人とか大人数じゃないとできないんですけど、ここは1人分、2人分、4人分っていう風にあって、4人分とかだったらね、もう4人分以上ありそうな感じですね。1品ずつもね注文できるんですけど、全然ねセットメニューの方がお得ですね。あとねセットだと普通ねちょっとなんかいらないなみたいなメニューとかあったりするんですけど、ここはね選択肢が何個かあるので好きなね方を選べばいいのでいいですね。まあ魚苦手な方は肉選べばいいし、肉苦手な方はね魚選べばいいしっていう感じでいいですね。うん、うん、ご飯何杯あるんだろう、3、4杯分ぐらいありそう。じゃーん全部食べた。ご飯ちょっとまずかったらこの量きついけど美味しいです。うん、美味しい。このね豚肉と卵の煮付けはね、あのコムタム屋さんでも定番なんですけど、ここまでのクオリティはねさすがにコムタム屋さんではほとんどないですね。卵もしみしみ。これは謎だけど体に良さそうナスの中にある種のつぶつぶが大量に入ってるみたいな感じ慣れるとうまいかも。うん、最後は角煮丼で食べます。はい、ということで今回はグエンバントイ通り周辺でおしゃれでリーズナブルなレストラン巡りしてみました。本当にねお世辞抜きですごい良かったです。ビーチ目の前だとねかなり割高な海鮮レストランが多いんですけど、ちょっとね中の方入ってみるとおしゃれで可愛らしくてリーズナブルで今日みたいにね味も美味しいというレストランたくさんあるのでね、たまにはねこういうのもいいなと思いました。1店舗目以外はね英語もバッチリなので観光客の方も安心していけると思います。ということで今回の動画少しでもお役に立ちましたらぜひ高評価とチャンネル
ネル登録よろしくお願いします。ではまた、バイバイ。